おはようございます。5月3日水曜日、三経妙を読んでです。今日の三経妙の容態は次のように決めました。橋本邦彦という天才作家がいたです。知らなかった。今日の三経妙は橋本邦彦という人がおりました。橋本邦彦は戦前戦後の日本のクラシック音楽界を代表する作曲家で、バイオリニストや指揮者として活躍しました。そして音楽教育者でもありました。彼はドイツやフランスの音楽に影響を受けながら、日本の伝統や現代史にも関心を持ち、多彩な作品を残しました。彼はドイツ音楽から出発し、フランス印象派や十二音技法などの影響を受けました。第二次戦争中は国策に協力する作品も多く作ったが、戦後はその責任を問われて苦境に陥りました。戦前は歌曲や軍歌歌詞などを多く作曲し、戦後は憲法施行などを祝う交響曲などを発表しました。橋本邦彦の代表作には、東京陥落を題材にしたカンタータ、効果門や日本国憲法の施行を祝う交響曲第2番などがあります。母校である東京音楽学校で多くの門下生を育てましたが、戦時下の行動の責任を取って辞職しました。しかし、1949年に心労がたたったんでしょうか、胃がんで44歳で亡くなっております。皆さんも橋本邦彦という天才作曲家がいたということを覚えておいた方がいいかなと思います。以上です。